皆さんこんにちは、夏色です。本日も寝ながら失礼いたします。ちょっとね、ご存知の通り切迫で入院中で、横になって安静にってことで、全くすごい失礼な態度じゃないですよ、これは。しょうがないんです、これは。こんな感じで、ちょっと今日は動画を撮りたいなと思いまして、何かっていうと、私が妊娠、4人目で妊娠しましたって発表してから、結構、SNS で妊娠中のこととかを発信してて、発言してて、私が。でそれに対してなんかこう、例えば妊娠の時期がすごい近いです、一緒に頑張りましょうっていう応援の DM とかだったり、あと質問がすごいたくさん来てて、ありがとうございます。なのでせっかくならね、質問に答えようと思って、ちょっと動画を回しております。こんな態度で失礼いたします、すいません。はい、初めて妊娠される方からの質問もあったり、兄弟考えてるっていう方の、女性からね、質問もあったりしてて、ちょっといくつかピックアップしてお答えしたいなと思うんですが、はい、今もう妊娠も、36週に入って後期ですね、臨月っていう、臨月かな、には一応入るのかな。はい、で37週に入ったら計画分娩で見ましょうっていうことで、あとまあ1週間ちょっとこうやってね、寝ながら過ごしております。はい、じゃあ早速質問に、答えていきましょう。まずね、結構多かったのはやっぱ、つわりはどうですか、どうでしたかっていうね、質問が多かったですね。つわりのね、乗り越え方というかさ、どうしようもないじゃね、あのつわりって。そうで、4人とももちろんつわりは全然違ったんですけど、今回のつわりもまあ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 って感じ、匂いづわりがあって、ただ今回なんかそんなに食べなくても平気かもみたいな、空腹をあんまり感じないっていうのはありました。別に食べたら気持ち悪くなるわけでもないし、ただもあんまりお腹空かないっていう感じ。ただ匂いつわりはやっぱりご飯の炊いた匂いもそうだし、なんかもうちょっとした匂い、まあ、そのいわゆるちょっと臭いなっていう匂いも含め、街の匂いとかね、あとスーパーのこのいろんな匂いがわって混ざってる匂いとかも、ってなるのは結構ありました。はい、そんな感じかな。一番4人の中でつわりがひどかったのは、長女と長男が全く両極端のつわりだったんですよ。長女の時はもう食べてないと気持ち悪いっていう、だからすごい体重増えたんですよ。20キロ近く増えて、もともとその妊娠前の体型がすごい、モデル体型だったので、自分で言うんだみたいな、細かったんですよ。だからその妊娠が継続しやすいような体つきに多分自然となってるんだろうなと思ってるんですけど、とにかく食べたかった、食べていたかったって感じですね。枕元にね、おにぎりちっちゃいのを何個か作って、で寝て起きたらすっきりしてるから、そのタイミングで食べるんですよ。じゃないとそのタイミングを逃すと、もうずっと気持ち悪いの。あの時食べればよかったって、気持ち悪い時にはもう食べれないのって感じで、結構ね、夜中にハッと起きて目が覚めたらおにぎり食べて、食べてみたいな感じで、眠気のつわりと食べつわりがありましたね、長女の時は。で長男の時は本当両極端で、食べたくない、食べると気持ち悪い、だからちょっと食べれないみたいな感じで、結構その、体の変化としても、長男の時の方がお腹だけポンって出てて、いわゆる男の子だねって言われそうな妊娠の仕方で、長女の時はもう全体的にふっくら女の子だねみたいな感じの、結構体型の変化がありましたね。でつわりもそんな感じでした。今回もまあまあ酢の物だったり、あと梅に助けられましたね。でもそんなにやっぱ匂いつわりかな、今回は匂いがとにかくちょっとつらかったかなっていう感じです。はい、そんな感じですね。でもその男女の差とか、お腹の赤ちゃんのね、男女の差とか
自分のその時のこの年齢、どんどん年取ってるからさ、体もだから、それによってもこういろいろと変化があるのかななんて思っています。はい、続いては、子どもたちの反応は赤ちゃん返り対策してますかっていう質問です。そう、赤ちゃん返りするよね、絶対するよね、わかるわかる、どうしようかなって感じです。あの妊娠4人目妊娠して分かった時に、まあ、家族に報告して子供たちにも伝えた時に、ママ赤ちゃんいるのってすごい喜んでくれて、で、まあ、今も、まあ、入院してますけど、赤ちゃんと一緒に帰ってくるの楽しみにしてるよって感じで、すごいね、兄弟のことはお兄ちゃんお姉ちゃんたちも楽しみにしているようです。ただね、次男が本当にママが大好きなのよ。とってもママのことが大好きなの。もうママがいい、ママがいいって寝る時も基本的にママと一緒に寝ないと寝れない子のはずなんですけど、今もいなくても寝てるんだけど、そうだから次男の赤ちゃん帰りがちょっと今回は大変かなと予測しています。3歳なんだけどさ、だからまあちっちゃい赤ちゃんはね、まだ生まれたばっかりのはまあ最低限って言ったらあれだけど、お世話はもちろんするけど、なんかこう むやみに抱っこするとかね、なんかこう、まあ、ママとしてはね、こう生まれたばっかりの赤ちゃんとのこの大事な時間をこう共有したいって気持ちはあるんだけど、ちょっとそこは抑えて、ちょっと次男ファースト、長男ファーストでいたいかなとは思っていて、でそれを長女にも話してて、多分これ赤ちゃん帰りすごいんだよねって言ってて、でそしたらお姉ちゃんが大丈夫、私が赤ちゃん見るからって言って、なので、まあ、みんな同じ子供なんだけど、ちょっとねそこはもうお姉ちゃんにちょっとミニママじゃないけど、ちょっと託してお願いしてお世話を手伝ってもらおうかななんて思っています。はい、たださ、やっぱ私も産んだ後に絶対ガルガル期が来ると思うの。これまでも来てたから、そのガルガルが誰に向くかがちょっと怖いんで、予測できなくて怖いんだよね。正直長女が生まれた時に、あ、長女じゃない、長男が生まれた時に長女にガルガルが出ちゃって、私が、そうで、ね、でもさ、どっちもまだちっちゃいしさ、上のその長女もさ、その当時なんかこう、今振り返ったらすごいかわいそうなことをしたな、なんて大人げないことしてたんだろうなみたいな、なんかその何、生まれた長男の赤ちゃんを触っちゃダメとか、そんな汚い手で触っちゃダメみたいな気持ちがもう抑えられなくて、手洗ってからとか、すごいなんかこうきついことを言っちゃったなと思って、うん。だからそれこそ長女が小学校1年生になった時に、まあすごい反抗期が来たわけですよ、ママに対しての、まあ、今もまだ残ってるんだけど、でもそれはね、もう私もやったから、うん、ごめん、それは受け止めると思いながらだから今回ちょっとガルガルがね、まあ抑え自分の感情を抑えなきゃいけないし、子供たちの気持ちを優先しなきゃいけないんだけど、やっぱ抑えが効かないのよ。なんかこの動物的になってるからさ、生まれた後自分自身が守ろうっていう本能なんだろうけど、それがどう出るかなっていうのがちょっと自分でも予測できないからちょっと心配。まあでもそこはね、ちゃんと客観的に、あとはこう間にパパがね秀才で入ってくれるから、まあ、それにそのクッションを利用してね、うまいこと自分は自分で感情のはけ口を別に考えて、ガルガル期も乗り越えて、赤ちゃん帰りも乗り越えていければなと思っています。続いての質問いきますね。前駆陣痛ってどんな感じ、本陣痛との違いはっていう質問が結構これもありまして、特に今私が前駆陣痛をまさに味わっているんですけど、ちょうどやっぱね、同じ時期に生まれますっていうお母さんたちからもDM をいただいていて、同じようになんか前駆陣痛つらいですとか、あと前駆陣痛がどんな感じかわからないですとか、あとはその本当の陣痛にどうつながるのかみたいな、結構ね質問が多かったんですね。でまあ、前駆陣痛ってなんか陣痛の練習みたいな感じで、不定期で
不規則なね、お腹の張りといいますか、あの下腹部とかね、お腹の方が痛くなったり、あと腰がモヤモヤしてきたりとかする感じですね。でそれがまあ本日になると、こう例えば10分おきに痛くなってくるとか、うん、それがだんだん短くなって 2,3 分おきに痛くなってくる、しかも痛みも強くなってくるみたいなのが継続すると、まあ、本陣痛になるのかなって感じなんですけど、結構前駆陣痛でも不規則って言いながらも定期的に来たりとかするんですよね。私がこの入院をした時も、もう2分おきにもう腰から砕け落ちるような痛みで、結構しんどくて、え、これやばい、このまま潜られるかもと思って病院に来て、でだけどなんかこう睡魔とともに遠のいていくみたいな感じで、結局はまあ前、まあ、本陣痛につながらなかったから前駆陣痛だったんだなって感じなんですね。で今もう本当に不意にですよ、不意に安静に今まだ過ごせてるし、お薬も飲んでるからあれなんですけど、でも不意に本当痛くなります。であとね、夜寝てる時眠いんだけど痛みで起きるみたいな、でも睡魔がみたいな、でもお腹痛いみたいな、結構その繰り返しで、でただまあ計算婦さんってこう、まあ、出産経験したことがある人だとやっぱ陣痛始まっちゃったら早いって言われてるから、一応いつ本当の陣痛になるかなと思っても夜中陣痛アプリ開いては、来た収まった来た収まったみたいな繰り返しをやるんですけど、もう眠いしうる覚えなんですよ。で朝起きて確認した時に、え、2分おきに来てる時もあればここ18分空いてるなとか、こう結局は不規則で、痛み方も確かこの時強かったようなみたいな、でもこっから弱くなってたようなみたいな感じで、徐々に強くなるというよりはこう波がある感じが今続いてます。でなんか昼間起きてる時はこうやっぱ何か作業してたりとか、まあ、テレビ見てたりゲームしてたりで何かしてる時は結構気づかないんですね。このなんだろう、下腹部がキュッてなってても、の多少の球はね、そこからグってこう痛くなるとおっと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 っていう時もあるんですけど、昼間起きてる時はそこまで自分の意識はいってないんですけど、やっぱ寝てる時はやっぱ意識がいく分痛みをすごい感じやすいのかなっていうのと、あと夜やっぱ陣痛きやすいっていう野生的な感じで、なんかこうそういうのもあるのかなって思ったりしています。そんな感じかな、私がもう前駆陣痛と本陣痛の違いは。で陣痛始まってって言っても、私はあの上3人とも無痛分娩、計画分娩の無痛分娩で産んでたのであれなんですけど、その促進剤を入れて自分が限界まで我慢して、ですいません麻酔入れてくださいみたいな感じでやってたので、長男と次男の時は多少その陣痛の始まりというか痛み方みたいなのを知ってるんですね。てか無痛って言いながら無痛も痛いんだけど、痛いのよ。だから無痛、これ麻酔ないとどうなるんだろうっていうくらいなんですけど、無痛でも痛いんですよ。そうで最初はね、こう生理痛みたいな感じでお腹モヤモヤしてるなから、お腹ズキンって痛くなってきたなってなって、ただそれもその生理だとずっと痛かったりモヤモヤがあるんですけど、こう波があるんですよ。痛い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 っていうのから、ああ収まった、痛い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 、ああ収まったみたいな感じで腹痛が起きて、なんかお腹下してるキルキルみたいな感じの痛みと、中の筋肉引っ張られてるような感じの痛み、それがだんだん今度腰に移動してきて、痛みが腰割れそうな、なんかでって感じがまたこう波のように来て、でも最後こうお尻らへん、もうでほんと出てくるところが最後の最後もう痛くて、それであれですよね、あのテニスのボールとかでグリグリ押してもらうみたいな、そんな感じ、痛みの順番としては、ね、私はだからまあそれが、無痛でもあるんですよ、痛みは同じように。だから頑張らないといけないね。怖いよね、痛いの。しかも忘れちゃうのよ、痛いの。痛かったなとは思うんだけど、
あの痛み思い出そうと思うと体の痛み結構思い出すの難しくて、やっぱこう生まれた後また次々体のあちこち痛くなるから。で、ケース産婦さんだと抗陣痛って言って、産んだ後に今度子宮を収縮するのが、これがまた痛いんですよ。なんならここで麻酔欲しいぐらい、それがすごい痛くて、それが怖いっていう感じです。はい。そしてじゃあちょっと最後の質問なんですけど、入院して大変なことはっていう質問ですね。まあ、これはやっぱり家のこととか、あと子供たちのことが心配っていうのもあるし、まあ、家族のこととかねもうそうなんですけど、私が一個あるのは、やっぱ今まで7年子供と一緒に寝てるからとは言ってね、間でこう一人で寝るタイミングはあったとしても、一人で寝るってこんなに寂しいんだと思って、なんかこう横にこう子供がいつもいるのが、いないのが、それが私は一番今入院して大変かな、寝れないっていうもう子供より親の方が子供に依存してるっていうね感じで、まあそんな感じで、ただまあ今こう最後のって言ったらだけど、なかなか来ない一人時間というか、まあゆっくり過ごせているのをありがたいなと思いながら過ごしております。ということで、まあ一応出産予定日まではあと残り1週間安静にしつつ、ちょっといつ来てもいいように、ちょっと気持ちの準備はして赤ちゃんを迎えられるように、過ごしたいと思います。ということで、ちょっとザザッとでしたけど、質問に答えてみました。妊娠中のお母さん、一緒に頑張りましょうね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヘバナ。ヘバナ。